はい、今回の動画ではエレキギターを始めるときに必要な7つのアイテムをご紹介いたします。ちなみに石橋楽器店が販売する入門用セットには13点セットや14点セットなどさらに充実したパッケージも用意しております。これさえ買っておけば大体 OK というものなので、ぜひチェックしてみてください。では7つのアイテムを紹介いたします。まずギター本体、それにギターアンプ、シールドケーブル、チューナー、ストラップ、ピック、ギタースタンド、以上の7点です。さらに入門セットに入っているあると助かるアイテムも後で合わせて紹介いたします。では順番に紹介していきましょう。まずギター本体です。ここではエレキギターの構え方を説明します。まず太ももの上にギターのくびれた部分を乗せて、右腕と体でギターを挟みます。左手を離した状態でもずり落ちない程度の力で挟むと良いでしょう。それからネックを左手で支えます。後でも説明しますが、ストラップもつけておくと安定して構えることができます。はい、では次にアンプとシールドケーブルです。アンプはエレキギターの音を大きくして出力するためのもので、シールドケーブルはギターとアンプを接続するためのものです。様々なアンプのタイプはありますけれども、ここでは基本的な機能が備わっているヤマハのこちらのアンプを使用して紹介したいと思います。では実際にアンプから音を出してみましょう。まずこちらのシールドケーブルを、ギターのこちらのジャックに、差し込むんですけれども、ストラップをしている場合はストラップの側面からこのように回していただいて、その後、ギターのジャックに差し込むと動いた時にも抜けづらくなり、おすすめのつなぎ方です。続きまして、アンプ側インプットジャックのところに、シールドの先端を差し込むような形になります。つまみはですね、ボリュームは0に合わせて、その他のつまみを12時方向に合わせます。その後に電源を入れていただいて、ギターのボリュームも上がっていることを確認してアンプ側のボリュームを上げていきます。そうするとこのように音が出ます。はい、ではアンプのつまみの説明です。こちらのアンプにはクリーンチャンネルとドライブチャンネルの2つのチャンネルがあります。まずクリーンチャンネルなんですけれども、このように澄んだ綺麗なサウンドになります。続いてドライブチャンネルなんですけれども、こちらのボタンを押すことによって音色が変化します。こちらはですね、とてもロックで迫力のあるサウンドになります。こちらのボタン一つでこのように音色を変化させることが可能になっております。ドライブチャンネルにはゲインというつまみがあり、これで歪みの深さを調整します。実際にはこのように音が変化します。このようにゲインを上げると全体の音量も上がってしまうため、ボリュームのつまみで音量をコントロールします。クリーンチャンネルにはゲインがないので、音量調整のボリュームだけがついております。続いてイコライザーエリアでは音色を細かく設定することができます。まずこちらのトレブルのつまみですね、こちらは、高域のコントロールになります。高い音ですね、例えばこのように変化して、右に上げれば高音がかなり、立って耳をつんざくようなサウンドになります。左に回せばちょっと丸っこい感じのサウンドになります。続きましてミドルのつまみですね、こちらは、中域のコントロールですね、音の中心部分のコントロールになります。このように変化いたします。右に上げると、骨太なサウンドになって、こちらを左に回すとすっきりとしたサウンドになります。続いてベースですね。
低音部分の音の迫力をコントロールするためのつまみです。右に回すと、左に回すと、迫力のある重低音を作るときに回すと、いい感じのサウンドになります。これらを組み合わせて自分の好みの音を探してみましょう。 AUX-in に別売りのケーブルでスマホやプレイヤーをつないで音楽や動画と一緒に演奏することができます。ヘッドホン端子にヘッドホンやイヤホンをつなげば夜間でもギターを楽しむことができます。ギター演奏が終わったら、まずギターとアンプのボリュームを下げて、アンプの電源を切り、シールドケーブルを抜きます。始めるときとは逆の順番にやると覚えておきましょう。先にケーブルを抜くとアンプからボンと大きな音が出てしまい、アンプを傷めてしまうことがありますので、順番には注意しましょう。続いてはチューナーです。ギターは弦ごとに音程が決まっているので、音を合わせないといけません。これはチューニングと言いますが、チューナーはこちらのチューニングをやりやすくしてくれます。チューナーにもいろいろ種類がありますけれども、入門セットにはだいたいこのようなクリップチューナーが採用されております。ケーブルなどを使わずに手軽にチューニングできる便利なアイテムです。このようにヘッドに挟んで使います。弦にはそれぞれの音名が決まっておりますので、ここに表示される音名と画面のガイドに従ってチューニングを合わせていきます。チューニングについて詳しくは別の動画で説明しておりますので、よろしければご覧ください。続いてはストラップです。ストラップは長さ調整ができるようになっているものがほとんどで、このように二重になっている場所があります。こちら二重になっているところをボディエンド側に取り付けます。そして反対側をこちらに取り付けます。スタジオやライブなどの際、立って弾くときには必ずつけて演奏します。座って弾くときも、ストラップをつけておくことでこのように安定しますので、家での練習の際にもつけておくことをお勧めします。はい、続いてはピックです。中には指でギターを弾くというプレイヤーもいますけれども、多くのギタリストはこちらのピックを使用して演奏します。実際にはこのように持ちます。力を入れすぎると自在に動かして弾くことができないので、ピックを落とさない程度に軽くつまんで、ペンを持つ時のように指先で動きをコントロールできるようにします。ピックは様々な形がありますが、最初は面積が大きく、どの角でもピッキングができる、このようなおにぎり型が使いやすいかなと思います。慣れてきたら指の細やかな動きに対応できるティアドロップ型など、他の形もぜひトライしてみてください。ピックは小さくてなくしやすいので、このようなピックケースに入れて、ギターのソフトケースのポケットの中などに入れておくと、いいと思います。続いてはギタースタンドです。ギタースタンドは弾かない時に、ギターを立てておくのに使います。実際に組み立てていきましょう。まずは足の部分を開いていきます。で、こちらを設置します。その後にこちらのパーツをつけていきます。次にこちらを差し込みます。裏側のこちらのつまみを回してしっかりとねじ込みましょう。そしてギターを立てかけます。ギターを立てたら必ずこちらのストッパーを止めるようにしましょう。不意に転倒する場合などがありますので、こちらのストッパーが便利です。はい。では7アイテムの他にあると助かるものを紹介します。ギター入門セットにはほとんど入っておりますのでご安心ください。では、替え弦、そしてストリングワインダーを紹介します。弦が古くなって張り替える際に使います。弦は金属でできておりますので、演奏しているうちに、汚れたり錆びたり、音質が悪くなったりして、切れてしまったりする消耗品です。弦は切れてしまってから変えるのではなく、定期的に交換するようにいたしましょう。
ストリングワインダーは弦交換時に素早くペグを回すのに使います。弦交換については別の動画で詳しく説明しておりますので、よろしければご覧ください。弦交換するときについでにやりたいのが簡単なお手入れです。クロスを使って、ギターの表面を拭いてホコリや汚れを落とし、別売りのポリッシュやオイルを用いて、楽器をより綺麗に健康に保つことができます。入門セットにはギターの演奏を学ぶ際に便利なコード表と教則 DVD もついてきます。コード表はギターのコードの押さえ方を分かりやすい図にしております。また教則 DVD は実際の、ギターの演奏の仕方を映像でまた音で確認できるので、初心者の方には非常に分かりやすいと思います。また主なギターコードを全部紹介している別の動画もありますので、アコースティックギターで説明しておりますけれども、エレキギターでも同じコードが使えますので、よかったらぜひご覧ください。ギターを弾かないときはギタースタンドに立てかけるか、ソフトケースに入れて保管します。練習などの際に持ち出すときにもソフトケースは使います。外側にはケーブルなど、小物を入れるポケットがついております。またリュックのように両肩にかける、ストラップもついております。ケースに入れて保管する場合は倒れないように十分気をつけましょう。以上、エレキギターを始めるのに必要な7アイテムと入門セットにも入っている便利なアイテムをご紹介させていただきました。石橋楽器が販売する入門セットなら、ギターを始めるのに必要な全てが入っておりますので、初めて弾くという方でも安心なセット内容となっております。セットで買ってみたけど使い方がわからなかったという方、ぜひ参考にしてみてください。